はい、どうも、クリアです。地球防衛軍 4.1 のパート56ですね。前回ウィングダイバーだったんで、今回はウィングダイバー以外を引ければいいんですけど、さっき試したらね、ウィングダイバー重複しちゃって、まさかこれレンジャーが出ないようになってる？バグってる？ちゃんとこのアプリもしかしてバグだらけなのでは？ちょっと残念なアプリを拾ってきたかもしんねえな。このアプリで始めちゃった以上、このまんまやるか。まあ、ウィングダイバーとは別の職業なんでね、フェンサーでやっていこうと思います。それでは今回はアプキじゃない、フェンサーですね。フェンサーにして戦いは、あ、また空中戦なら、この武器のまんまでいいかもしれんね。ミッション56、輸送船吸収。あー、ちょっと待って、あのね、遠くまでもう少し、有効射程120じゃなくて、ガリオン速射機関銃、これどうだ、 330m まで速射性に優れた機関銃、軽量とはいえ、あ、ダメージが小さい。いやでもこれも小さいしな。パワーフレームがあり、装備、パワーフレームがなければ装備できない。これね、フェンサーにしか装備できないということですね。凄まじい反動があり、射撃すると砲口が跳ね上がって標準がずれてしまう。再度射撃するときは手動で狙いを調整しなければならない。この武装を効果的に運用するためパワーフレームのジャンプブースターが装着される。あー、これで行ってみようか。 330m まで届けば行くんじゃないかな。敵の大型輸送船が湾岸地帯に飛来、巨大生物を投下し続けています。直ちに阻止する必要がありますが、大型輸送船は多数の護衛部隊に守られており、迂闊な攻撃はできません。ですが空軍砲兵、輸送部隊による支援準備が整いました。あ、空軍元気になった。ちょっと空軍疲れてたとか言ってたけど、エアレイダーを含む地上部隊によって大型輸送船を撃破します。これより作戦を開始、エアレイダーと支援部隊を連携取り敵を撃破してくださいということで、船を落とせですね。船を落としに行きましょう。難易度止まりでお願いします。レベル10とかの武器でね、あのレベル30のウィングダイバーの武器で苦労してるのに、ちょっと待ってよ。あれ、ちょっと待って待って待って、武器を変えたつもりが変わってなかったですね。ちょっと試し撃ちしてみるか。あれ、でも別に反動とか特にないけど、あ、アリを投下してる。よし、じゃあそれは置いといて、まずはこのドローンを倒、あ、ちょ待ってちょ待って、仲間たちぼーっとしてる、まさか仲間たちと合流して、フェンサー部隊、どうした、大型輸送船が、あ、おかわり、大型輸送船のおかわり、まだ食べ終えてもないのにおかわり。2体か、まだ戦いも始まってないのに増えた。よいしょ、どうだ、あれを攻撃するとたげるかな。だいぶ追いかけ回してんな。うわ、だいぶ逃げてんな。よし、うわ、真下に来たな。よし、雲落としてる。40発を打ち込めばどうだ、落とせないか。ダメか。あ、でも雲はすぐに終わってる、倒し終わってる。火力がちょっと低めかな。湧きたての雲をすぐさま、こっちはもう船を攻撃するのに集中した方がいいか。仲間たちが強い。
ノーマルとも、ノーマルであれば全然問題ないですね。さらに雲のおかわりっていうか、これなら、いや、アーキンは無理だ。でもこれしかねえな。よし、スパインドライバー、近場のやつはなんとか倒し終えた。よし、盾を構えてたからあんまり被弾してねえな。あっちはもうなんかあの出せる上限になってんじゃない、敵を出現させられる上限みたいな。回復残しとくか、もしものために。あ、でも仲間たちのおかげで助かったわこれ。いやー、もうこのアーケイン6連ミサイルいいんだけどさ、射程がいまいちだな。あ、こっから狙えるじゃん。じゃあ赤ありかー。よし、ドローンは増えないんだろう。システムダウン。よいしょ、地上の方は大丈夫か。ほら、よし、これはもういいとして、赤ありを出すあいつを落とそう。でもね、ちんまいダメージだからな。ちょっとちょっとちょっと、結構かかりそうだな倒し終わるまで。周りは任せだ。もうこっちはもう固定放題として船を落とすのに専念しよう。落ちろーい。ダメか。一応なんか白く光ってるから当たってはいるんだろうけど、どうなんだろうな、なんか歯応えが全然ないというか。スパインドライバー、よいしょ、火吹いてるけど、発射口から火吹いてるけど、なかなか、あ、落ちた、やっと落ちた、大変だったな。アーケン6連リロードも結構時間かかるし、またおかわり、まだ全然倒し終えてないのにおかわり来ちゃった。今回は仲間たちがめちゃんこ強いから別にまずい、高すぎる。あー、でも届く届く、なんとか大丈夫だ。
もう少し近づいてもっとターゲットしたいんだけどな。よいしょ。あ、これ流れていく感じか。よいしょ。飛行ビーグルをいっぱい吐き出して去っていく。飛行ビーグルだけ残して去っていくタイプのやつか。そういう感じかな。であれば別に頑張って倒そうとしなくていい。でむしろイベント的に倒せないのかもしれんな。 HP 無限大みたいな。あーでも飛行ビーグル多いな。仲間たちはどうした？おとなしくなったみたいだけど。飛行ビーグルと戦いたいんだが、いっぱい吐き出してるけどこれタゲってない。空に浮いてるだけ。もしかして装填してる。まさかだけど海に落ちた。海に落ちたりしてないよね。よいしょ。割と敵飛行ビーグルいっぱいいるけど、なんか風景見てどうかミサイル撃ち込むと爆風で仲間を攻撃してしまうから、大丈夫かな。よし、どうしよう。あ、いや U ターンしてずっと吐き出し続けてる。まさか。どうしよう。このドローンも倒さないかんけど、なんか戦いが始まってねえな。あ、でもこれアリンコ倒さんと、アリンコ常に襲ってきてるっぽいな。 あっちの船落としに行くか。アーケーン6連ミサイルで攻撃したから襲ってくるでしょう。こっからもう届くな。アリを無限に生み出すこいつを倒さんと、仲間たちが苦しそうにしてるから。アリさん嫌がってるっぽいからな。フェンサー部隊まさかオダフつった。ちまちましたダメージよ。リロードはよ、リロードはよ。アリたちは仲間たちに任せて、こっちはもう固定砲台で撃ち込む。まだ落ちない。これ撃ち尽くしてリロードして煙吹いてるな。よしよし、落とした。結構ウェポンがいっぱい落ちてんの。新型飛行ビーグル、飛行ドローンというか飛行ビーグルがいっぱいいるっぽいんだけど、襲ってこねえな。このままミッションクリアで終わってくれてもいいんだけど。てか
どうしよう。あの一体だけは飛行ビーグルを出し続ける。あの一体だけはなんか旋回してずっとこの辺ぐるぐる、あ、違うか、これずっとぐるぐる回ってんのか。じゃあ倒さないかんのか、あれも。当然攻撃すれば、ガレを攻撃すればビークルが来るはず。リロードが長い。入ったな。飛行ビーグルは無限脇だからな。よし。いやー、ちょっと遠くの方を旋回してるな。仲間たちがもう少し踏ん張ってくれてる間にどうにか。高いと倒せれるかな。 330m 届いてくれ。届いてない。や、届いてる届いてる、ギリギリ届いてる。いや、真下につかんと届かん。そこまで威力があるわけじゃないから、これは結構長い戦いになりそうだな。3、4回はこの閉じる、開く閉じるを繰り返してるから、ビークルおかわりー。あ、届かん。まずいな、無限ビークル旋回作戦。届かん。届かん。うわー、届かない。この心なし盾で防ぎつつ、いやー、ようやく届くと思ったら閉じた。やばいな、もうザコは仲間任せにしてるから、これがもし仲間がいなくなってくれるとちょっとまずいことになっちゃう。開いてるな、音が開いてるな。よし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 、当たる。大丈夫、大丈夫か。ここら辺湾岸地帯だから、こう落ちて水の中に落ちちゃうともう積んじゃう悲しい思いをすることになっちゃったりするから、注意しながらいかんと。おい、本当に飛行ビーグルか。地面を潜ってんだが。あ、届かん。港に近い。落ちろー。まだか。まあ、まだ仲間がいるからなんとか。ギリギリ耐えてるけど、仲間がいなくなってくれると全部の攻撃がこっち、ザコも処理しながら、あれも船も落とさないかんくなってくるとまずい。落ちてくれー、高すぎんだよ。 330m を持ってきたのは正解だったが、やった。よし、あっち、ダメだ、遠い。
追いつけねえ。ここだ。無駄玉打っちゃった。やったか、落とした。よし、これでおかわりはもうなし。あとは倒すだけ。別に回復アイテム NPC さんたちも取っていいんですよ。消費ダメが大きくなっても、このアーケイン6連でなるべくターゲットしたい。仲間すげえ強いな。結構大変だったけど、すげえウィングダイバー部で、なんかこの前名前がついた蜂のやられ役みたいなあの人たちよりも、この特に名前のないこのウィングダイバーさんたちの方が普通に強いんじゃないか。長く苦しい戦いだった。いっぱいアイテムは落ちるはずなんだけど、よし、発光撃破。正直多少正面から受けてもそんなに減ってねえな。これで終わりか。もう奴の命はあのミサイルが着弾するまで。おしまーい、ミッションクリア。いやー、まさか旋回してずーっと居座ってくれると思ってなかった。めちゃくちゃ高いし。あ、でももう新しいニューの武器が出てこない感じか。ちょっとフェンサーやりすぎてんな。でもとりあえず攻略できました。あー、無限に沸かされるときついなー。それでは今回はここまでです。お疲れ様でーす。